性どうやって取ろうとしてる？なんかバランスって考えてる？あんま考えてない。これ一人で行くとしたらこうなるわけじゃん。当然ね、上がでかい方が綺麗、上大きい方が綺麗なわけじゃん。で、あなたの方が心の出だしに関しては低い方が低いよね。でね、タンタタンっていうのはリズムもあるからなかなか難しいんだけど、タタタタタミファミレドレっていうのが16分分連続の時に特にあまり大きくならないように気をつけてもらう。左手に関してはもう音が重なってるから右手とのバランスが取れてないから、もう一回やってごらん。ファミファ、長い音の後のファミファって飛び出さないように、タンタタ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 、少し小さくなるので少しクレッシェンドになる。やって、普通に。続くからさ、先ってこと10とか、ね、
いいかちょっと聞いてもだって。そしたら、これを弾いちゃえばいい。で、親指で弾いて。で、これが白の頭だから、左手にアルペジオがあるときは必ず最後の音が白の頭に来るように全部前に出す。別に抜くんだったら抜いてもいいけど、抜くと余計音が薄くなっちゃうから、全部これもほとんど和音に近く弾いて。でも、たまに。音としてしっかりと。全2人分の全員の支えだから、しっかり聞こえてほしいかな。そう、まあ、14だから結構テクニック的にもやや難しさがあるのと、リズムが時々やっぱり重たくなるので、普天のリズム。その辺を気をつけていって。